半世紀生きたもは働きたくないピロヤンです。2月16日お昼の1時半過ぎたとこです。はい、おはようございます。2度寝じゃないわ、3度寝した。12時過ぎぐらい起きました。あ、今日もよろしくお願いします。スープパスタっぽくしてるんですけど、したんですけどね、なんか違う気がする。クリームシチューはクリームシチューでやった方がいいんかね、見た目が。あ、とりあえずいただきます。まあ味わってるわ。17日、お昼1時半です。おはようございます。今日朝飯というかもう昼ご飯なんですけど、ホットサンド焼いたんでいただきます。細切れみたいな入れたのに、肉の二文字も感じられない。どこ行ったの？おはようございます。2月18日、朝の10時半です。はい、今日はそのブックオフの古本の回収に宅配の人来るんで、ちょっと早めに起きてます。じゃあ今日もよろしくお願いします。
の昼ご飯はお好み焼きです。晩ご飯カレー作りました。いただきます。サンバうめえ。動画終わります。3日間ずっと家行ってましたね。特に昨日18日ですか、すごい寒くてね、まあ、雪は降ってないんですけど、もう外で出る気なくなって家行ってました。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピーロヤンでした。ではまた。